明日は。はい、学習支援セーバーグリーン代表のゴリッキー松本力也です。本日もよろしくお願いします。えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、動作性 I. Q. や処理速度を上げるトレーニングがありますかと。まあ、あったら教えてほしいということで。 えー、ご相談いただきましたので回答していきたいと思いますはいじゃあご相談ちょっと読みますねはいえー、っと「自分は浪人期間中に ADHD が見つかり、うん、まあじゃあ大人の発達障害っていう扱いになりますかね」「浪人期間中に ADHD が見つかり特に処理速度が非常に低いことが分かりました」 なので問題を解くスピードが非常に遅い傾向にあり受験の際に非常に厄介な問題になっていますもし動作性 IQ や処理速度を上げるトレーニングなどがありましたら教えてほしいですとのことですはいじゃあ,、まあ回答していきますねはい、えー、動作性 IQ や処理速度を上げるトレーニングっていうのはまあ基本的にはないですね はい、問題をたくさん早く解くしかないと思います。あとは解いているところをまあビデオに撮ってみても気づきがあるかもしれませんね。うんまあ客観的にその問題解いているところを見るってことですかね、うん。自分がどこで時間を使っているのか気づいてそれを改善するっていうことですよね。まあ、できることとして,としては こういったことだと思いますがただそれでも限界がありますね処理速度も含めて自分の学力なのでそれに見合った大学に住む方が入った後も苦労せずに住むのと思いますはいあの期待していただいたようなお答えっていうか回答はできなかったのかもしれませんがまあ 私なりに誠心誠意お答えしましたのであの少しでも参考にしていただいて前に進んでいただければと思いますはいあの応援しておりますのでまたご相談がありましたらご連絡くださいはいまああの動画セミナーなんかもやってますので興味ある方は概要欄からご覧いただけると幸いです本日もありがとうございました エバーグリーンのゴリッキーマスモトでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画をちょっとでもいいなって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。これからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。